にちは、じゅんぺいです。今日はですね、品川にあるプリンスホテルクラブ EX にて行われている舞台を見に来ました。バックギャモンというですね、戸田恵子さんと、植木剛さんの舞台ですね、今から見に行ってきます。楽しみ。はい、というわけで、ライブ見に行ってきました。すごく楽しかったです。僕のこの目の前でね、僕の大好きな植木剛さんがやってくれて、すっきり行かれましたわ。でね、一番前だったんですよ。はい。もちろんね、ダンスもすごかったし、会場の照明もすごくて、ライブ自体もすごく楽しくて、何回行った ?2 回、3回行ったね、はい、そのぐらい楽しかった。お土産も買いました。それがですね、グッズ紹介しちゃうよ俺、はい、それがですね、今回のバックギャモンというね、ユニットなんですけど、それのロングスリーブ T シャツですね。にバックギャモンって書いてあります。あとは、ファーストライブ2020、そう、バックギャモンのね、第1回目のライブだったんですよ。しかし、そして今日が初日。よかった。はい、ね、今日が初日だったんですけど、東京公演は、今日、明日、明後日、今日24日なんで25、26とまだ続きそうなので、ぜひ見に行ってください。なんでこれを見に行ったかっていうとですね、僕はすごくパニックルーの植木剛さんのファンなんですね。中学生の頃から好きで、追いかけてもう10年経ちますけど、相変わらずね、キレキレのダンスかっこよかったですね。惚れました。というわけで、またね、これ普段着として僕使いたいと思いますので、ね、また見かけたら皆さんもゲットしてみてください。はい、というわけで、今日はバックギャモンのライブ見に行ってきました。またね。